の動物たちでした。これからも私たちはこの動物たちと共に、人と動物と自然との平和をテーマに頑張っていきます。またぜひ機会をお作りになりまして、この海の仲間たちにも来日してあげてください。最後までの温かいご声援、ご協力どうもありがとうございました。